日課カフェグレーンは日課ウイスキーが製造し朝日ビールが販売している純国産グレーンウイスキーである。ここでは姉妹品でもある日課カフェモルトについても研究する。日課カフェグレーンは世界的に見ても珍しくなったと言われているカフェ式連続式蒸留器において製造されたグレーンウイスキーである。カフェ式では製造効率の面では劣るものの 原料本来の味が現在主流の上流期よりも残るとされ、日火ウイスキーでは現在でも現役で稼働している。日火カフェグレーンは2012年にフランスを中心にヨーロッパで先行販売。2013年6月から日本でも販売された。そのまろやかな口当たりと独特の甘さはロックやストレートで飲まれている他にウイスキーベースのカクテルの材料としても使われている。 その味わいは世界的なウイスキーなどの種類の品評会として知られているインターナショナルスピリッツチャレンジの2013年金賞を受賞した。近年のウイスキーブームの影響でウイスキーとその製造に必要な原種の安定供給が難しくなったという理由のため2019年2月下旬の出荷分をもって店頭在庫切れになり次第一旦急売りとなったが 同年11月以降より順次販売を再開した。日課カフェモルトは日課ウイスキーによるカフェ式連続式蒸留機で製造されたワールドバテッドモルトウイスキーである。通常のモルトウイスキーは世界的に主流となっている単式蒸留機で蒸留されるが日課はカフェ式によってモルトの甘さと香ばしさを残したオリジナルのウイスキーを作り出した。 日課カ,カフェモルトは2013年にフランスを中心にヨーロッパで先行販売。2014年6月から日本でも販売された。その味わいはイギリスのスピリッツ専門誌ザ・スピリッツ・ビジネスにおいて2014年のザ・モスト・イノベーティブ・スピリッツ・ローンチ・オブ2014に選ばれた。その味わいは世界的なウイスキーなどの種類の品評会として知られている。 インターナショナルスピリッツチャレンジの2017年グレーンウイスキー部門カテゴリーの最高賞であるトロフィーを受賞した。こちらも上記のカフェグレーン同様、ウイスキーとその製造に必要な原種の安定供給が難しくなったという理由のため2019年2月下旬の出荷分をもって店頭在庫切れになり、次第一旦急売りとなったが、同年11月以降より順次、 販売を再開した。キルベガン蒸留所で使われていたカフェ式連続式蒸留機。現在は屋外に展示されている。日カウイスキーがカフェ式連続式蒸留機を導入したのは1963年のことである。前年に創業者である竹鶴正隆がヨーロッパに視察に行った時購入したものであり、自身の工場にカフェ式の機械の導入することが かつて竹鶴がスコットランドに留学していた時からの夢であったという。当時としてもかなり旧式の蒸留器であり、高さも4階建てほどのビルくらいの高さは、ある巨大な蒸留器であった。はじめは、日課ウイスキーの西宮工場に導入された。1965年にこのカフェ式連続式蒸留器で作ったグレーンウイスキーをブレンドした新ブラック日課が発売されると、 たちまち人気商品に。1967年にはカフェ式連続式蒸留器の2号機を導入した。その後、このカフェ式連続式蒸留器は仙台工場に移設。1999年から当地で稼働して、このカフェ式連続式蒸留器で製造されている。ウイスキーは日華カフェグレーンや日華カフェモルトの他に日華ウイスキーで製造されている。 ブレンデッドウイスキーや焼酎やジン、ウォッカなどのもとにも使われており、蒸留器は未だに現役である。カフェ式連続式蒸留器は手間がかかるため、現在では本場のスコットランドでもほとんどないと言われている。ありがとうございます。